当時結婚2年目。近距離別居。基本いい人なんだが、酒が入ると手のつけようがない、アル中セクハラウトの過剰なまごまごアピールに、イライラが募ってました。酔っ払いに本気で言い返しても無駄なので、シラフに戻った時に、両留さんに締めてもらってました。そんなある日、ウトが運転する車で、外出中事故に遭いました。ウトは、無謀な運転、イコールかっこいいと思い込んでて、締めても治りません。ウトの不注意による自損事故です。みんな無傷で、車もバンパーがへこんだ程度だったのですが、結構な衝撃でした。帰宅後、夫にドキュン返しを提案。翌週の週末、夫一人で義実家に向かいました。トメには報告済み。実は、嫁子は妊娠初期だった。体調が安定したら報告するつもりだった。しかし、今回の事故で、流産してしまった。と嘘を報告。その後、ウトが酒を飲んで孫アピールしようものなら、お前が殺したようなもんだろ。とトメと夫が締めて、私は横で泣きまね。だんだんと、孫の話題は出なくなり、酒の量も減りました。ついでに、超安全運転になったそうです。で、去年の年末に私の妊娠発覚。お正月にウトメに報告しました。そしたら、ウトは号泣。相当気にしてたらしく、少しかわいそうに思えた。無事に生まれたら、酒を飲まなくなり、両ウトに変身したウトと両留に、たっぷり孫をかわいがってもらおうと思う。私自身、ドキュンの自覚ありです。それでも、今までは、ウトのうざい行動がなくなり、良かったと思ってましたが、お正月にウトの涙を見て、後悔の念が噴出しました。気分を悪くされたのならすいません。ちなみに、ウトは安全運転になったので、孫フィーバーが起こらなければ、預けてもいいかなと思ってます。夫が帰宅しました。今お風呂に入ってます。ドキュンスレとはいえ、命をネタにしたドキュンなので、賛否両論分かれるのは覚悟してました。励ましてくださった方、ありがとうございます。本当に救われます。気分を害してしまった方、申し訳ありません。私も夫もトメさんも、みんな、墓場まで引きずっていくつもりです。正直言うと、ウトさんが、前のアル中セクハラウトに戻るのが怖くて、言えないってのもありますが、今現在、とっても良好な関係で、今年は、新しい家族も増える予定です。気持ちを入れ替えて、傷つけてしまったウトと、十字架を背負わせてしまったトメを、本人に自覚があるかは謎ですが、大事にしていきたいと思います。叱咤激励、ありがとうございました。夫が上がる前に退散します。